無性にね手作りのピザが食べたくなることあるんですけれども、今日はパタヤはジョムティエンビーチの隠れ家的穴場スポットフェリーニビーチ、イタリアンピッツェリアレストランフェリーニピザって言ったらいいんですかね、そちらにやってまいりました。この店はね、こうやって室内のお席とそれから室外にもオープンテラスがありまして、テーブルクロスとねワイングラスがかかっててちょっと高級感あるでしょう。美味しいお料理をね食べさせてくれそうな予感がしますね。ここね本当ジョムティエンのビーチロード沿いのね、一見外から見たら単なる屋台なのかななんて思うような、景色に溶け込んでしまってる何気ない一角のお店なんですけれども、あまさかまさかこんなところにこんなおしゃれなイタリアンがあったんかってね、何回も撮ってるけど、来たん初めてなんですよね。なんか奥の方にこうやってピッツェリアンレストランって書いてあるなっていうことぐらいは、いつも意識してたんですけれども、ちょっと入ってみたらねすごい居心地いいんですよ。それで本格的なんですね。メニューブックをねちょっと見てみたいと思うんですけれども、フェリーニビーチと書いてありますね。ブルスケッタポモドーロパルマ、アンティパストミストにシーフードサラダカルパッチョ、おサラダも充実してますね。これはフルコースが楽しめる系ですね。そしてパスタ、さまざまなスパゲッティに、そしてニョッキ、かなり種類がありますね。そしてペンネ、うわ僕の大好物のペンネアラビアータ250バーツ、これは言っとこうかな。パスタも種類が豊富ですよね。こちらにはトルテリーニ、それからタリアンテレ、見てるだけでも楽しいんですけれども、本当ね迷いますよね。何回も来ていろんなもん試したい。アッコトレタアラミナネーゼありますね、メインですね。これは試してみたい。うわこれまた肉料理がめちゃめちゃ充実してますよ。いやこれは一流イタリアンレストランの品揃えですね。おアグネロ、ラム肉ですね。それからボッロ、チキン、あこれもうまそうやな。あれもこれもそれもこれも全部食べたい。うわ魚料理シーフードもかなり充実してますね。これ完全ディナーフルコースできますよ。あここのページはフェリーニスペシャルね、フェリーニ特製料理がいろいろと載っております。そしてピザですね、ピザピザピザって書いてありますけれども、マルゲリータが280バーツからありますね。あこのフロマジー言っとこうかな。そしてこちらのページはドルチェ、食後のデザート、いやいいですね。お酒も本格的にもう何でも揃ってますから、いろいろ楽しめそう。なんかねちょうど今いい肉が焼けたみたいで、これいるかみたいなこと言われたんですけれども、まあ、ちょうだいちょうだい言うてね、いろいろ注文してみたんですけれども、何が来るのやら。ちょっと本当にね分かりにくいんで、外からの景色もう一回撮っておきますと、看板がね結構ちっちゃいんですよね。このただ単にピッツェリアレストランっていうのしか身につかないと思うんですよ。でなんかあんまりパッとしない感じで、まあ、ピザ食べれるところなんやろなぐらいにしか思ってなかったんですけれども、なんか知らんけど入ってみるとなかなか本格的なイタリアンレストラン、まあ、このチーズにねオリーブオイルをかけまして、そして、パンを食べるのが僕は本当にねこれ大好きなんですけれども、いや本当幸せを感じる瞬間ですよね。こちらは手作りの焼きたてのピザやっやってまいりました。うわめちゃめちゃいい香り、これねこれほんまにうまそうですよ。ちょっとこのお皿とかフォークの大きさと比べたらかなり大きなピザだというのが分かりますでしょうか。いやワイン飲みながらねこれパンもうまいし、今日は友達他に2人来たんですけれどもね、会話も弾みますよ。じゃあちょっと僕もこのピザいっとこうかな。これうわー見てください、トロトロ、しかもすっげーいい香り。もうこのピザねマジでうまいから、こんな一軒屋台みたいなねところにこんなええ感じで食べさせてくれる本格的なイタリアンあったんですよね。これはシェフが出してくれた特別料理ですね。酔っ払っててねあんまり説明聞いてなかったんですけれども、かなりもう全てがかなりうまかった。僕の大好物ペンネアラビアータ、いや幸せ最高ですね。それからコトレッタアラミラネーゼ、ミラノ風カツレツですね。こちらにこのこれちょっと絞りましてね、うわこの瞬間最高ですよ。これはやばい。ここねやっぱり結構メニューあるから 2,3 人とかもしくは 4,5 人とかで来てシェアして
楽しむとすごいいいかもしれませんね。それからちょっと本格的にねイタリアン食べたいんだけれども、ザックバラなジョムティエンでお気軽に、そしておしゃれにっていう時、デートでもいいかもしれませんね。ジョムティエンビーチならではの雰囲気をね感じながらイタリアンが楽しめます。いやー、これ今回ね実は全く期待してなかったんですよ。ピッツェリアレストランってね書いてあるただのねピザの屋台かなぐらいに思ってたんで、まさかまさかこんなにね美味しい本格的なお料理楽しめるとは思ってませんでした。ちょっと詳細欄にリンク貼っときますね。